はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。 FF タクティクス、ラムザ一人旅ですね、続きをやっていきたいと思います。まあ、ラムザ一人旅なので、前回アグリアスはもうすでに降りました。で、オベリア様を救出するためにゴルゴラルダ処刑場に来たんですけれども、ちょっとそれは敵の罠でしたということで、まあ切り抜けましたので、ライオネル城を目指していきたいと思います。イベント、レナリア大地、あ、ウィーグラフか。ミルーダ、すまない。なんとか一矢報いようとしたがこのざまだ。おめおめと私一人が生き残ってしまった。だがこのまま生き恥を晒すつもりはない。お前の仇だけは必ず取ってみせる。お前の仇って俺のことだよね。それは無理ですね。何者だ。誰、誰もいない。あ、いた。騎士風の男、元ムクロ旅団団長と戦うつもりはありませんよ。おっと失礼、元は余計でしたね。ムクロ旅団はあなたと共にある。私に一体何の用だ。私はローファル、あるお方の使いで参りました。あなたをお連れするようにとのご命令です。簡単に言うと手を組みたいということですか。手を組むだと、はっはっは、こいつはお笑いだ。私と手を組んで何をするのだ。大方私の首にかかった賞金が目当てなんだろう。こいついくらくらいもらえるの、倒すと。失礼ですが、私にはあなたが泣いているように見える。私たちはお金には興味がありません。願いはイバリースを変えること、貴族どもの支配を根本から正すこと。それもあなたは、あなたもそれを願っておられるはず、違いますか。話を聞こう。私たちはあなたをとても高く評価しています。イバリースを根本から変えるためにぜひあなたの力が必要なのです。その剣の腕と精神が。私たちが目指しているものは多分あなたの理想と大きな違いはないと思います。私を利用しようというのか。今あなたは力を欲しておられるはず。こう考えてはどうですか。ミルーダさんの敵を討つために逆に私たちの力を利用できると。あなた一人で敵討ちができますか。あなた一人でイバリースを変えられますか。乗せられたな。てかチャプター1からさ、その何年後くらいなんだろうね。バリアスの谷のイベントを見たんで、ちょっとセーブしましょう。 OK です。これね、イベントをスキップできないからね、次のところでちょっともう一回再戦闘になるとイベントを見返さなきゃいけなくなっちゃうんで、ライオネル城行きましょう。あれ、あ、ライオネル、縄文前、縄文突破して中へ入っていく感じか。まあラムザは相変わらず一人。ライオネル城、縄文前、上から来てるな。そこで待っててくれ、今すぐ城門を開けるから。誰に言ってんのラムザー、お前大丈夫か。お前は今一人なんだぞ。あまりの寂しさに幻影を見てしまったか。そうはいかんな。ガフガリオン、忍び込んだまではよかったが伏兵に気づかなかったようだな。しまった。ラムザ、お前の相手はこの俺だ。さあ行くぞ。あの人たちどうすんだっけ、この人たち。とりあえずガフガリオンぶっ殺して、確か城門はこっち側から開けられたはずだよね。一回動かすか、動かすかっていうかガフガリオンを動かすか。手裏剣、いや待って待って待って、じゃあここでもガッツでよくないか。あげます。あ、でも闇の剣って高さとか関係ないのかな。少し離れとくか。一応高
高いところにいるからね。地の利を生かそう。どうだ、大丈夫だね。こいつらマジでどうすんだろう。一応弓使いは狙えるか。ヴィンセント、このナイトとかもうどうしようもないでしょう。あれ、敵全員を倒せって書いてあったよね。ガフガリオン倒したら終わりとかじゃない気がした。召喚士はちょっと広い範囲で攻撃してきそうだけど、まあ当面の敵はガフガリオン。8と10だから後ろ取れますね。一発で倒せるか。128、あー 100% いけんね。雑魚が、これが俺の力だ。見たか、さらばだガフガリオン。この俺が破れるのか。さよならガフガリオン。あ、クリスタルになったって言ってもね、別に闇の剣とかは継承できないんで。みんな城門を開けた瞬間タコ殴りにしようとしてるな。なんて卑怯な奴らだ。めっちゃ集まってんだけど、みんな相談してこれどうしようか俺たちみたいな。これ上から投げるとかで攻撃できるのかな。一応クリスタル取っとく。ここに行けば多分城門開けられると思うんで、一歩歩いてクリスタルを継承して回復しかできねえし、何にもならない。じゃあちょっと待ってよ。敵の数は 1,2,3,4,5,6。 早っ。こっからちょっと召喚魔法は狙われそうだね。よし開けろ。敵がなだれ込んでくるぞ。このレバーを下ろせば敵がなだれ込んでくる。開いたーみたいな。ブレイバー90、もう5上げとこ。注射したエールじゃなくて上げます。これで 95%、 もうオートポーションはほぼほぼ確実だね。さあ誰から来る。弓使いからか。死にたいやつから入ってくるんだな。お、隣に来た。みんなチャージしてんな。城門狭いからね、タコ殴りに合うことはないか。後ろの召喚士が魔法で援護をしてきそうだけど、召喚士先に倒したいな。倒せるんだったら68か、まあ、100食らわないだけマシだな。こいつはもう本当にやることがないんだろうな。マーティーチャージ時56、オートポーション。キャロラインだと名前がよくわかんない。チャージ3、ミス。これはあ、裁きのイカズチの方が早かったか。まあでもこれくらいのダメージだったら、まあほっといても大丈夫かな。召喚士はいずれマジックパが切れるからね。オートポーションで回復できる量だったら問題ないでしょう。ほっとこう、近くのやつから倒す。できればまた例によって後ろを取りたいんで、まあ、ナイトがねやっぱりヒットポイント高いし、最悪ブレイクしてくるからな。結構ギリギリ208。ブレイク来たよ、ヘッドブレイク。なんかめちゃくちゃ頭破壊されんな、よく。そりゃ頭装備だからなんとか買ってこようって言ってた気がするけど買ってなかったね。うわ、ヒットポイントがただすげえ下がってる。やっぱりチャージ1。またブレイクされたら嫌だから横から行くか。 75% か、一気に落ちるな。やっぱ盾か、盾を装備してるからかな。召喚魔法もね便利っちゃ便利だよね。識別してくれるから。いやまあ俺は意味ないけどね、別に普通にやってたら。ただねちょっとやっぱチャージが長い気がするんだよね。
魔法発動までの、そう見えねえんだけど、こんなか。あ、人が一人いた。正面よりは67だもんな。だったらちょっと待って、水で横の弓使いやりたい。こいつよし、100倒そう。数をまず減らしていく。ちょっとどっち側向いてた俺。こいつマジックパワー20か。もう打てないね。そうマジックパワーの消耗も激しいからね。毒、毒って結構危険なんじゃん。結局さ、何が一番辛いかっていうと状態異常なんだよね、この一人旅の弱点は。状態異常、ごめん、大丈夫大丈夫。状態異常になったらさ、直してくれる人たちがいないから。じゃあ後ろを取れる召喚士を倒しましょうかね。ほい、無駄。ガード、あれ俺って結局アクセサリー何装備してたっけ。ガントレットにしてんだっけ、火力高めるために。無駄無駄。さて俺の番だ。いや、あいつ逃げてきそう。届くかな俺の番だとか言っときながら。ちょっと待って、死体がさ積み上がってんだけど届かねえ。投げる意味もないからね。でブレイブかけとこう、ブレイブかけとこうとか、ブレイブ上げとこう。これで 100?100 にはなるはず。 100% 一番信頼できる数字だ。クリスタル、こいつゲッパクリながら行こう。アビリティ継承、縦装備からのパワーブレイク、シールドブレイク、まあ、シールドブレイクかな。 67% か。やっぱり正面は結構パーセンテージ下がるね。てかまあ敵の回避率が高いっていうか、敵の増援が現れる前にオベリア様をお救いしなければ。1万円、ミスリルヘルム。ただしミスリルヘルムは忍者装備できねえかんな。連戦か。このまま行きましょう。てか装備してね、頭編成のとこで装備できるか。ゼイレキレの滝、ディリータとベリア。どうした、疲れたのか。そんなペースで歩いてたんじゃいつまでたってもつかないぞ。ゼルテニアについても、どうせ私は王女じゃない。前にあなたはこの場所で私を守ってくれた。私を利用しようとする者から私を自由にしてくれるって言った。あの言葉は嘘だったのね。たとえ利用されていようが、お前は俺についてくるしかないんだ。もし一人で逃げたとしても、邪魔な王女として殺されるだけだ。お前に逃げ場所はない。ん？なんだ？ふん、連絡が遅いと思って来てみれば、こんなところに王女がいるとは。ガフガリオンのやつめ、どうやらしくじったようだな。口ほどにもない。見つけた場合は始末せよとの命令だ。王女を殺せ。何をしている、死にたいのか、早く来い。こいつらで戦うんだ。オベリアを救出せよ。でもこれはほぼイベントバトルでしょう。ディリーターなんか聖騎士みたいな感じだからね、ホーリーナイト。あとは技をどこまで覚えてるかだよね。聖剣技超覚えてんだけど、マジか。無双稲妻好き、届く、無理だね。先行は先行爆裂さ、当たる、当たんねえや。じゃあちょっと待機しますか。まこいつはマバリア使うからね。弓使いか、上から来るよね。40、まあそれなりだな。
オビリア回復してくれんのかな俺のこと。うわいいところに魔法打つね。まあただオビリアは大丈夫。ヘイストシェルプロテスリジェネ、あリジェネもかかる、リリーフかかるじゃん、まあ、一回見た気がするけど。サンダーランガードすげえ、なんか俺ばっかり食らってんだけど171結構減ってんな。オビリア回復してくんねえかな。ちょっとこっちに行くか。これで倒せるは倒せんね。まあ 100% だし倒しとこう。厄介だ。ハイエー、さすがにハイエー、回復してくれ。いいね、プロテス。あこれあれか、マバリアかけてくれる、もしかして。あかけてくれる、ただし 100% ではない。ヘイストとしてるだけ、ヘイストかかってくれたか。でも早え、いいね、無双稲妻突き104いける。強い、普通に強い。32いいね。どっちに行く、王女狙いかい。ガードしてるし、さあこっちへ来い。お前どこ行くんだよ、攻撃するんか。殴ってきた。しかもジョブレベルが上がった、大したことないけど。ヘイストやっぱすげえな、強い。これ無双稲妻突き打ったらさ王女死んじゃうんじゃないか。あここなら大丈夫、ダメージが見れないけど殴ってやるから大丈夫でしょう。全然余裕だね。これで分かっただろう、いくらお前が嘆いたってそうやって命を狙われるんだ。生きるためには一緒に来るしかない。どうするんだ、自分の不幸を嘆いて死ぬか俺の手を取って生きるか、どっちか決めるんだな。あなたについていくしか道はないのね。これ金もらえんの、もらえねえ。まあいらないけどね。じゃあまたセーブしましょう。よし編成、ちょっと待って待って待ってね、頭がない、頭が。あ三角星まだ持ってんだ。あ魔導士のマントだね、どうする、火力上げていく。ちょっとでも火力上げればやっぱりパワーリスト1でもなんかだいぶ違うからね。ちょっとこれいこう、完全に火力重視。ここライオネル城、城内あれもうこれチャプター2終わりじゃん、こいつぶっ倒して。ガフガリオも口ほどにもありませんね。さすそれとも相手が悪かったんですかね。さすがベオルブの血を引く者だけのことはあります。それがたとえ妾の子だとしてもね、そういう方がね案外強かったりするんだよ。しかしこれ以上の邪魔は遠慮願いたい。おとなしく成績を置いて帰ればよし、抵抗するならば容赦はしない。オベリア様どこだ、助け出してどうするというんだ。ベオルブの名を捨て一人で戦うお前に一体何ができる。無駄な努力はおよしなさい、いかに志が高くとも力を持たない者には何もできない。お前は非力な人間なんですよ。オベリア様どこなんだ、ここにはいませんよ、ゼルテニアへ向かいました。王女はお前の助力よりも我々の方を選択したのです。嘘だ、王女は王座につくため自分の足で歩き始めたのです。自力で王位につくにはお前では心もとない、我々を選ぶのは当然です。どうです、お前も我々と手を組みませんか、兄たちの鼻を明かしてやりたいのでしょう。この世界を憂いているのは我々も同じ、いかがですか。僕は世界を変えたいと願っているわけじゃない、ただ一部の人間の思惑のせいで人々が苦しみ命を落としていく、それが許せないだけだ。世界を変える、そんなことが本当にできると思うのか、僕はそれほど傲慢じゃない。ほほほ、成績を持つ者が何を言う、お前が手にしたその成績の力を使えば世界は愚か、万物の真理まで変えることもできる。口で言ってもわからない、ならば愚かなお前にその素晴らしい力を見せてあげるとしましょうか。倒せっかな、じゃボスはボスだからね、こいつ怠慢だ、完全怠慢だ。
デブチンが。どうだ、驚いたか。さあこの私を楽しませてくれ。お前の悲鳴を苦痛を断末魔を私に聞かせてくれ。それはこちらのセリフだ。なんか腹に縫い目があるね。不条王キクレインを倒せ。うわ早い。悪魔、あやべ、これステータス異常系じゃん。寝た、マジか、相性悪すぎる。次は眠り 100% ってことなんだこれ。永遠に話が進まねえんだけど。レベル上がってる、経験値稼ぎをしているぞこいつ。154、うわマジか、これはまずい。眠りをなんかガードできるアクセサリーとかあったっけ。完全先手必勝っていうか一発食らったら終わりじゃん。編成を見直しましょう。ここまだちょっと三角帽子を装備してないからこれでしょ。でアクセサリー、アクセサリー一応揃えるは揃えてきたからね。睡眠無効、あこれだな。死の宣告も一応無効にはできる。154か、もう戻れないからね。こっからとりあえず睡眠無効にして、ナイトだったら耐えられるんだよね多分。火力はもちろん落ちるけど、だって結局さ一発で倒せるわけないもんね。どうする、ナイトでいくか。一発、二発はちょっと耐えてほしいんだよな。おともさん254、めちゃくちゃヒットポイントが上がった。ただゴールドだからね。でここはちょっと守りの指輪にして、で格闘、いや格闘って言っても二刀流なわけじゃないんで二刀流にする。別に盾を装備してたわけじゃないから。ガッツ、いやガッツ、いやどうする、これはちょっとマジで考えないとダメだ。考えなきゃダメだって言ってもさ、なくね、アイテムとか大して覚えてねえしな。剣術にしとくか一応。じゃあガッツよりはいいでしょう。ヒットポイント254で装備状況、サンゴの剣、ゴールドはヘルムか、なんかいいやつあったんだけどな、壊されちったからな。まあ、最悪もう戻らないといけないよね。セーブは残してあるんで もちろんだってこれでさセーブ全部上書きしてたらもう完全に積みだからね。よし、ではナイトでいきましょう。ちょっと眠りも防げるようにはなってるんで。悪夢って寝るだけ、それだけだったらだいぶいい。他にもさなんか別のステータス異常を引き起こしてくるっていうと結構きついけどね。また話聞かなきゃいけないんだ。サクサクサクと、これはちょっとめんどくさいとこだよね。また来たな、今度はナイトだ、お前には負けん。そうこのハゲ野郎め、まさかこんなに強えとは思わなかった。ガフガリオンなんかと全然ちげえし、ヒットポイントが見えないからね。あとでもガフガリオンとかで200いくつ、まあ、ダークナイトだから、まあ、結構装備は固めてそうだったけど、こいつどれくらいなんだろうな。150食らったとして72回、3回食らったら死ぬか。あとさ忍者じゃないからさスピード遅いんだよね。そういえば悪夢使ってこいよ最初。あ使ってくんな、これこれのパターンは一緒なのか。え死の宣告、あれ死の宣告ってさ防げなかったっけ、守りの指輪で。2とかさ絶対無理なんだけど、もう正面から行くしかないよこれ。死ぬ前に蹴りをつける。72、1発、2発、
どうする？なんだこいつ、もう俺の死を待ってるのか。ほら横から行けば100、140、140、280。いや死ぬ死ぬ死ぬ、ゼロっていうのがあるからね。ただえ早い、どこまで行くんだ。なんだこいつ、完全に俺が死ぬの待ちんだ。ゼロなかった、ちょっと待ってよ。さて、じゃあちょっと待ってね。やっぱりナイトの方が安定はしそうだよね。ナイトにして、アビリティで、ここはもちろん二刀流で、これちょっと待ってね。魔導士のマント、守りの指輪、あれ死の宣告無効になってね。どういうこと？守りの腕輪を装備した、そんなわけないよね。だって寝てないもん。いやちょっともう一回これでいこう。ちょ、守りの指輪の何これ、死の宣告無効が発動してないんだけど。眠り無効は確かに発動した。あとなんだろうね、ガッツとか今覚えてるやつ見れんの、中身。あ、見れねえわ。覚えるから見ないとダメか。いやガッツいらないっしょ。手当てって、だって死の宣告を直せるわけじゃないからね。死の宣告基本直せないと思うんだよね。アイテム誌ナイトはだってマジでいらない。文句だよね。チャクラ、ヒットポイントとマジックパワー、飛行術解消、石化ないね。まあ一般的なものだけだよね、飛行術。いやこれは相手を死の宣告にするだけだから。で蘇生はだって関係ねえし。で忍者なんてなんもねえよ。もう忍者投げるしかないからな。見切る、いやー違うな、いや違うな。それかもう格闘忍者にして指輪つけてゴリ押す。これだってさっきと編成変わんないもんで。だ忍者一発で死ぬんだよな、ちょうど一発で死ぬよね。ここ格闘にするでしょ。ガッツはまあガッツでいいよ。防御力っていうか魔導士のマント、魔導士のマントって、いやーいや守りの指輪だな。ちょっとこれでいきましょう。一回殴ってないからね、まだここでセーブできないのこれ。ちなみにサーチとか何なの本当に、見れないからな。さあ行きましょう。キュクレイン、さすがにチャプター2のボスだけあってかなり手こずらせてくれる。でこれの石化とかもう何なんだ。あ待って待って待って、でもこいつなんかため出してんな。殴ろう。133、やっぱ強え。いやいいね、石化 50% とかだったよね。バイオラか、てか普通に攻撃じゃん。魔法ミス、よし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 、忍者だから絶対いける。次、待って、いって、オートポーション100くらいだったらまだ耐えられる。だこいつ早くね。後ろ取ろう、もちろん3回で倒せればなんとかなる。91、もう1回殴りたい。完全に後ろにやってきた。105、いたー、発動しなかったけどもうしょうがないよ。死ぬ、助けてくれ、マジで助けてくれ。バカな、これが成績の力だというのか。邪悪な力を打ち滅ぼすために成績があるのではないのか。しかしこれではあの枢機卿は邪悪そのものだ。これがかつて世界を支配したルカビーの力なんだよ。強い、確かにルカビー、お前は一体何者だ。本物のドラクロワ枢機卿はどこだ。何を言ってる、私がドラクロワだ。いやドラクロワであったものと言った方がいいかもしれんな。
私は成績の力を使い脆弱な人間を超越したのだよ。私は神になったんだ。我々の邪魔をする愚かな者たちよ、死ぬがいい。まだだ、まだ終わらんよ。後ろ、これで倒してくれ。じゃないと無理。よし、倒した。危ねえ。いやー、やっぱ格闘忍者だね。格闘忍者の火力マジで高い。不死身のこの私が敗れるだと、そんなバカなことが。あの方の復活まで死ぬわけにはいかない。いや、お前は強かったよ。キクレイン、その名は覚えておこう。いや、ギリギリだったね。8000円。装備品はやっぱり予備も買っとこう。あ、ぶっ壊されたりパクられたりしても大丈夫なように。ゼルテニア城城内、お、シドがいる。右上、ゴルターナ公、聞こうか。オベリア王女を救出したというのは。グリムス男爵配下の黒曜騎士団副官ハイラル、名をディリータ。グリムス男爵の密命により王女を救出するため身分を偽り出兵、任務を果たし帰還いたしました。グルワンヌ大臣、ハイラルだと帰還なだ。男爵は先月なこりゃ両目団との戦いで戦死し、黒曜騎士団も全滅したはず。それゆえ急ぎ帰還しました。王女はカンバベリフ、長旅の疲れのためか死んだように眠っておいでです。オールランド、捕虜を連れてきた、捕虜を連れてきたと聞いたが。は、捕虜を連れてこい。誰、そんなやついたっけ。え、誰こいつ。なぜ王女を誘拐した。え、これあれ、でっち上げ。もしかしてゴルターナ公に嫌疑をかけることで王とルザリアへの上洛を防げ、摂政の位を与えぬためだ。誰がお前に命じた。ラグ公か。ラグ公に取り入ろうとするゴルターナ公の側近の一人だ。ペラ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 喋ってんな、バカな。そのような不忠不届き者がおるはずもない。えい、その知れ者の口を閉じさせよ。構わぬ、聞け。それは誰だ。てんてんてん、いえ、言うんだ。俺の命は助けてくれるんだろうな。約束しよう。いえ、誰だ。そこにいるグルワンヌ大臣だ。なんだと、嘘を申すな。わしはお前など知らぬ。これ完全はめられたね。誰にそそのかされた。王妃か。バカな、わしには関係ない。主君を裏切った罪は重いぞ、大臣殿。本当かどうか分かんないが、展開が早すぎる。絶対こいつはめられたわ、グルワンヌ大臣。僭越ながら申し上げます。今すぐ南天騎士団を率いて上洛されるべし。さもなくば大臣の計り事の責任を公爵閣下に取らせようと言い出す輩が出てまいりましょう。その前に速やかにオリナス王子と王妃を排斥し、オベリア様を恩意に、御意に、どっちだ。わかんねえ。王とルザリアへの上洛を果たしたゴルターナ公はチョコボなんだね、やっぱり。王妃ルーベリアを王女誘拐の首謀者としてベスラへ幽閉し、オベリアを即位させた。なんかもう話がさ、簡単にでっち上げられるよね、こういう状況だと。言ったもん勝ちだよね、かなり。しかしラグ公はオリナスこそが正統の王位継承者であるとして即位させると同時に、あ、なるほど、ラグコはあれだね、ダイスターグと一緒にいたやつか。自分は後見人として摂政の座に着いた。やっぱ摂政なんだね。傀儡政権が一番やりやすいんだろうな。ミデバ様とハマーン様みたいな感じが一番政治を動かしやすい。
すぐにラーグ公は王妃救出のためにオリナスを総大将とした北天騎士団をベスラへ派遣した。オリナスがそもそも強いのかどうかだよね。まあ、総大将って言っても飾りなんだろうな多分。一方ゴルターナ公もオベリアをオベリア総大将としてるよ。やっぱりやっぱり飾りだこれ。オリナスもオベリアも飾りですね。でオベリア側が南敵騎士団、これで獅子戦争か。大乱の始まり始まり。はい、ということでこれでチャプター2が、終わりましたね。いやキクレイは本当に強かった。3戦目倒せなかったらどうしようかなって本当にね思ったけどね、まあ、なんとかギリ倒すことができたので、次回はチャプター3、やっていきたいと思います。大丈夫かなチャプター3。まあ、そんなわけで今回はこれで終了します。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。